でバフォレットに乗って漁村のカラフルな町ブラーノ島に到着します。すごく小さい町なんですけれども、とっても可愛らしい、まるで絵本の世界のようなこの色とりどりのお家が見えています。さて今からこのブラーノ島の水上バフォレットの駅に到着しますよ。こちらです。さてたった今水上バフォレットからブラーノ島に到着しました。早速この町の探索を始めます。あの水上バフォレットの乗務員さんは一回一回こうやって手動で開けて、で私たち出ることができます。さてブラーノ島散策しております。周りのこのカラフルなお家がとっても可愛いんです。実はですね、このブラーノ島のカラフルなお家はこのように外観が美しいというだけではなく、もともと漁師の町だったので、遠くに長期間釣りに行って帰ってくるときに自分のお家が遠くからも分かるように自分の独特の色で塗ったというのが始まりらしいんですよ。ベネチアのように高級な宮殿とかはございませんが、このようにとってもカラフルなお家、そしてお土産物屋さん、さらにこのカラフルな船がここの特徴です。トラトリア、お店が並んでいます。お土産物屋さんもずっと並んでいます。まあ、メインストリートみたいなところですね。ブラーノ島はこのようにレース編みがとっても有名なんですよ。ですからたくさんのこういったレース編みのお店が並んでいます。結構高いんですけれどもね、一つ一つ手作りで、今でもここのマンマたちが作っているのも時々デモンストレーションでも見ることができます。